受けるる。同素変にによってて強度が低下し、徐々に破壊されていく現象のことであるチンリジーズ、チンブライト、チンレプロシーとも呼ばれる。ヨーロッパでの有害物質制限指令や他の地域での同様の規制により、電子機器において従来使われていた鉛と鈴の合金によるハンダが純粋な鈴のハンダに置き換えられたことで、鈴ペストやウィスカーの発生が問題となるようになった。 鈴には三つの銅素体があり、純粋な鈴は低温からの加熱によって摂氏13.2度を超えるとダイヤモンド立方構造を持つ脆く非金属の α 鈴から銀色の塩性のある β 鈴に変化する。これを銅素変態といい、この温度を変態点という。冷却時には高い活性化エネルギーのため変態点では銅素変態をしないが、 ゲルマニウムの存在、または非常に低い温度によって同素変態しやすくなる。ベータ鈴からアルファ鈴への同素変態により体積が約27%も大きく増加し、かつ転生が失われるため機械的な破壊が起こる。中世ヨーロッパでは冷涼な気候においてパイプオルガンのパイプが鈴ペストを起こすことが観察されていた。この現象は 鈴製品の一箇所、ない指数箇所から始まり、やがて製品全体に伝染するように広がるため、人のペストにちなんで、鈴ペストと呼ばれるようになった。同素変態はそれ自体が触媒になるので、同素変態が始まると反応が早くなる。1910年、イギリスの極地探検家、ロバート・スコットは、人類初の南極点到達を目指していたが、ノルウェーの探検家、 ロワルドアムンゼンに、スコットの探検隊は、南極の雪原を徒歩で歩き、事前に運んでおいた食料や、灯油の格納場所を目指した。1912年初頭に、最初の格納場所に到達したが、鈴でワンダ付けされた灯油の缶の中身は、空だった。この原因は、鈴ペストであると考えられている。ただし、 南極の別の場所で発見された80年前の鈴製の缶はハンダ付けの状態が良好であったため単にスコット隊が持ち込んだ缶のハンダ付けの質が悪かっただけであるとする説もある。ナポレオンは1812年にロシア遠征を企てて大敗を喫したがその原因の一つとして 兵士がつけていた鈴製のボタンが鈴ペストを起こしボロボロと朽ちたことが挙げられることがよくある。これは実際に朽ちたボタンという証拠が残されていないため都市伝説と見られ、これが大敗の原因とすることはできない。その時代の軍服のボタンは新兵のものは骨、将校のもの真鍮で作られるのが一般的だった。また仮に鈴が使われていたとしても、 低温での体制を高めるために合金にしていたはずだとこの説への批判者は指摘している。実験室で行われた実験では、純粋な鈴が低温下で、鈴ペストを発生するのに必要な期間は約18ヶ月であり、これはナポレオンのロシア侵攻期間の2倍以上に相当する。いくつかの部隊は鈴製のボタンを持っていたし、ロシアの気温は低接氏40度以下に達することもある。 それにもかかわらず多くの生存者の話の中でボタンの問題について言及しているものはない。この都市伝説は1860年代のロシアで陸軍の倉庫でブリキのボタンが崩壊した事例と食料が不足してボロボロの状態になったナポレオン軍の絶望的な状態が重なり合ってできたものではないかと示唆されている。ヨーロッパでの有害物質制限指令や 他の地域での同様の規制により、鉛の使用がほぼ規制され、鉛と鈴の合金を使用していた電子機器、電子部品メーカーが純粋な鈴を使うようになった。これに伴い、鈴ペストが問題となるようになった。例えば、電気、電子部品のリード線は純粋な鈴でメッキされている。寒冷環境下でメッキが導電性のないアルファ鈴に変化してリードから脱落した後、 気温が上昇して再加熱されて導電性のある β 鈴に変化すると小として機器の故障の原因となることがある。また、このようなトラブルは筐体内で鈴の粉末状の粒子が移動するため断続的に発生することがある。鈴ペストはアンチモンやビスマスなどの電気溶性度の高い金属や半金属で合金化することで防ぐことができる。 ありがとうございます。